はい、皆さんこんにちは。強み企業コーチの福井恵美です。今日はですね、素敵なクライアント様お招きしてですね、ちょっと対談でインタビューさせていただきたいなというふうに思います、ね、ちょっと始める前に、今日ここめっちゃ良くないですか？品川のですね、ちょっととあるホテルで、まあ、講座をしてたんですけれども、では始めていきたいと思います。今日はですね、お招きした重光咲さんという方でして、フリーランスでコーチ企業を果たされました。で、もともと臨床心理士、そしてコーチということで、マインドの変化が本当に成果とともに劇的だったので、ちょっと今日インタビューさせていただきたいなと思います。ぜひね、コーチングとか講座とかでですね、講師とかで起業したいなっていう方にとってはすごくいい先輩の事例になるんじゃないかなと思います。ではですね、お名前ちょっと改めてお伺いしてもよろしいですか？はい、重光咲です。重光咲、はい、これですね。あって、希望の希望、咲く希望、はい、で、まあ、ご職業、まあ、ちょっと肩書きみたいな形でお伺いしてもよろしいですか？はい、今は主にコーチ、カウンセラー企業の、コンサルをやっています。企業のコンサルタントで、ね、あれもありますよね、やっぱりもともと持ってらっしゃった大学院を卒業されて、はいはい、臨床心理士と公認心理士を持っているので、まあ、カウンセラーの領域だったりそこからできます。あと、まあ、ギャラップ認定ストレングスコーチでもあるので、うん、まあ、カウンセラーから、まあ、強みを発掘するコーチングまでできます。ストレングスファインダー、ストレングスコーチ、ストレングスコーチ、はい、あと、IT 系人材会社で企業研修の講師としてもさせていただいてます。 IT 系人材会社の企業研修、はい、これね、私さきさん本当すごいなって思うんですけど、まだね、20代半ばなんですよね。20代半ばでこれだけのね、大学院も出て臨床心理士で、まあ、IT 系の人材会社の企業研修もされてる、しかもフリーでっていう、一回もあれですよね、就職されてないですよね、そうですね、はい、就職されてなくて、しかも自分で、ご出身確か大分でしたっけ？そうなんです。そう、大分だから、一人で東京でもう自立して、こういうフリーランスみたいな形で研修講師とコーチされてるって、やっぱりね、そう、すごい、やっぱマインドとかすごいなっていう風に思ってます。ありがとうございます。はい、そうそうそう。で、まあ、そもそもですね、出会いって確か年末だったと思うんですけど、はい、なぜ福井の、まあ、コーチングであったりとか講座を受けようと思いましたか？はい、私自身、まあ、カウンセリングの資格は持っていたんですけど、それを使ってどう自分で、まあ、お客様に商品を届けていくかっていうところが全く分かっていなかったので、まあ、そんな時にエミさんのコーチングを知って、まあ、体験セッションを受けさせていただいて、もうエミさんと一緒にやってみたいと思って飛び込みました。最初はなのでよく分かってなかったですでもこれを受けて絶対に自分で、まあ、お客様を喜ばせるんだっていう思いで飛び込みました、うん、ね、飛び込んで飛び込み、そう、年末に飛び込んでくれて、でも今もう半年っていう形なんですけど、だと、まあ、コーチング、まあ、講座を通してビフォーアフターですね、どんな変化とかありましたか？なんかもしなんか数字的な変化とかもあればちょっと聞きたいなと思います。数字とあとマインドとかあれば。そうですね、コーチングを、まあ、やっていただいて、まあ、自分の強みを
活かして、まあ、お客様に喜んでもらえるっていうところで自分の強みが分かっていなかったんですけど、まあ、そこが明確になったっていうところで、まあ、その強みっていうのも、まあ、臨床心理士っていう、まあ、確かな資格を持っていることが強みなんじゃないのって言ってもらうまで全然そこはピンときていなかったというか、それがあってもお客様には届かなかったこれまでだったので分からなかったんですけど、まあ、そこを軸に、まあ、やっていくっていうなんか指針が見えたっていうところはかなり大きかったかなと思います。で、まあ、そうすることで、まあ、企業研修も、まあ、受注できることにもなりましたし、そうですね、まあ、臨床心理士っていうことを軸に、まあ、ギャラップのストレングスコーチにもチャレンジできて、今までとコーチングのお客様も本当に月に何名、何名と、まあ、毎月コーチングさせていただけるようになって、毎月お客様が来るようになった。はい、はい、でやっぱりね、私も、まあ、強み企業みたいな形でやってるんですけど、ね、自分自身じゃやっぱりね、分かんないですよね。これは私も一緒で、自分も昔そのコーチをつけた時とかに自分がなんとなくは分かるけれども、人のことだったらね、めっちゃ分かるじゃないですか。やっぱり私たちプロなんで、まあ、人のことだったらすごい強みとか全然分かるんですけど、やっぱりね、これはコーチもコーチにやっぱ聞いた方がいいし、っていうのはすごく体感しますよね。で、あとはさきさんは本当に自走力がめちゃくちゃ高い方なので、もうそんなにね、これ1から10までこれしなきゃあれしなきゃみたいな形ではなくて、もう本当にやっぱりコーチなので、もともとがやっぱコーチなので、もうどんどん自分でですね、もうマインドのなんかその自分で、あ、こういう風にするんだなみたいなのを気づいたりとか、自分でこう自走力高めて、まあ、やっぱ場の力ですかね、なんかやってみようみたいな形で企業研修っていうところにもうご自身でどんどん行かれてたっていうのが素晴らしいなっていう印象だったんですけれども、ありがとうございます。はい、やっぱり一人だとやっぱりやる気湧かないですよね。そうですね。そうなんですね。じゃあなんかいろんなまあコーチがいる中で、まあ、福井の率直な何でもいいんですけど、印象とかありますか？私が感じている真由美さんの印象は、毎回すごくパワフルだなと思っていて、すごくエネルギーもらえるので、なんか恵美さんのコーチング受けたらなんか頑張らなきゃというか、頑張ろうっていう、なんか身が引き締まる思いがしてます。そう、ありがとうございます。頑張ろうと思う、やっぱりね、この頑張ろうって思う気持ちってめっちゃ大事ですよね。そうですね、これ結構侮れないですよ、企業とかだとね、やっぱいろんなね、さっきもみんなで話してましたけど、まあ、いろんなドリームキラーってやつが現れるんですけど、ね、もういいんじゃないかみたいな、まあ、そこはすごいあるかなっていうふうに思いますね。そうですね。じゃあもしなんか講座受けてなかったらどうなってたかなとか思います。おそらく今も自分でお客様に自分の商品を届けられずに、かなり悩んでたと思います。届けられずに悩んでいたかも。やっぱ悩む時間を短縮できるっていうのはすごいいいですよね。じゃあ最後にそうですね、どんな方に国の講座とかコーチングって進めたいですか？そうですね、自分でなんか、そうですね、自分の思いで商品を作って届けたいとか、自分の強みを生かして生きていきたいというか、仕事をしていきたいみたいな人は、とりあえずエミさんとお会いした方がいいと思います。ありがとうございます。何かやりたいなみたいな、何か初めて起業してみたいなっていう人は、ぜひ会っていただけると
嬉しいなと思います。ではですね、あの最後に、LINE の ID ですね、さきさんもすごくまあ、ギャラップのね、この前ストレングスファインダーということで資格も取られてですね、私その資格持ってないんで、まあ、ギャラップのあれとかそんなに詳しくは言えないんですけど、まあ、さきさんとか、ね、例えばその本当にそのアメリカのなんかこう診断みたいなのにやってほしいなみたいな人とかだったら、ぜひぜひさきさんの LINE の方に相談とかしていただけたらなというふうに思います。で、LINE の ID が SAKI297 というさき297ですね、はい、はい、じゃあさき297、ここにぜひぜひ、特にまあなんか臨床心理士の方とかね、うん、本格的なまあ資格とか持ってらっしゃる方とかで、もう本当にゼロから起業したいみたいな方とかはすごく共感していただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ心理士の方とか、そういう本格的にやっていきたいなっていう方はお問い合わせください。ということで、 あとですね、まあ、福井の、まあ、LINE の方も、まあ、ありまして、福井の方は、LINE が福井、普通に福井なんで、もしこの LINE の方でみんなとっても有益な情報っていうのを流しているので、まあ、セミナーとかの先行募集とかですね、体験セッションの申し込みとかもここからなので、ぜひぜひ登録していただけたらなというふうに思います。ということで、まあ、今日はですね、企業研修も受注をして、臨床心理士心理コーチとしてゼロから起業を果たされた、重光咲さんのお話を伺いましたということで、ありがとうございました。ありがとうございました。